恐れるものなど何もない。憎しみも怒りも悲しみも、誰かが死ぬことも、己が失われることですら、とても小さなことに感じられる。この姿でいる間はとても穏やかで、とても静かな心のまま、ためらいなどなく、死すべき定めのものに死を与えるものでいられる。俺はそんな風になれる自分が怖い。またあの男が動いたのか。お前も何か感じ取ったようだな。何を驚いている？今のはお前じゃなかったのか。だとしたら今のはどこの誰が？何がおかしい？いや、私の両腕は獣と化し、戻れないままになってしまったが、果たして先ほど感じた力の主はどこまで戻ることができるのかと思ってね。人としての情を失い、人とは相入れぬ大局のもとにある慈悲の具現と化す。閣下がそう言われたのか。なるほど、悪くない例えだ。本当にそうだったとして、お前はなぜ自我を保ったままでいられる？なぜお前は人のままでいられた？エゴだろうな。捨て去れぬ復讐心が力を得てもなお私を私でいさせるのだろう。それが貴様の強さか。復讐、お前は誰を憎んでいるんだ？お前と同じさ、ジーク。人は誰しも不甲斐ない過去の己と己を裏切った全てを憎むものだ。大九郎、船の調子はどうかね？外の修理は問題ないが、中に関してはどうにもこうにもお手上げだ。開かずの間は閉じたきり。被害状況の確認ぐらいさせやがるってんだ。仕方あるまい。あそこにあるのは船の核心そのものだ。チッ、分かってるけどよ。余計な好奇心を出すようなら、誰であろうとこの船から降りてもらいますよ。ベルナルド、てめえはいちいちトゲを出してうるさいんだよ。人の名前も覚えられないと。マトリクスギアを現代に復活させた天才博士とはいえ、今やただの老いぼれですか。この野郎、喧嘩売ってるのか？よさないか、二人とも。今は喧嘩をしている場合ではないだろう。いつもながら賑やかな船ですね。お見苦しいところ失礼しました、アルフレッド様。船長、僕のことはアルと呼んでくださいって前にも言ったはずですよ。そうでしたな、アル殿。それで船の修理にはどれくらいかかりそうですか？3日もあれば大丈夫だ。2日で終わらせてください。ち、分かったよ。
だが戦闘エルモンが回復しなければ船は動かないままだぞ。彼女なら少し休めば大丈夫ですよ。ある、どうしたんだいポリー。この人たちでしょ、私の病気治そうとしてくれている人。一度私のところに聖女様を呼んできてくれた人たち。うん、そうだよ、僕が彼らに頼んだんだ。皆様ありがとうございます。いえ、微力ながら少しでも力になれればと。ですがあなたたちもおじい様の遺産が欲しいだけでしょ。ホーリー、そこにいるスペンサーは晩餐会に招かれながら殺されずに済んだものです。晩餐会に集った博士たちの命をウラノスに売り渡した裏切り者、私のおじい様を殺させたのもあなたでしょ。それは濡れ衣です。聖女様のおかげで私を蝕む病はその勢いを弱めましたが、それも長くは持ちません。真犯人が見つからなければ私はあなたを憎みながら死んでいくのでしょうね。そんなことはさせないよ、ホリー。どうか私たちを信じてくれないか。おじい様は信じていた同胞に裏切られ殺されたわ。そしておじい様が亡き後はその遺産を狙う者たちに狙われ続けた私に、何かを信じることなどできると思っておいでですか。ホリー、取り込み中のところ失礼するわよ。船を襲った連中からこちら宛にメッセージが届いたわ。彼らは無事だったんですか。無駄に元気みたいよ。ついでに銀の小さじがカイトの行方を占ってくれたみたい。その情報が我々を罠にかけるための嘘ではないという保証は。銀の小さじと呼ばれるものが自分の占いの結果に嘘をつくような真似はしないわ。彼女もその道のプロなら当然のことでしょうね。でも困ったことが一つ。その場所なんだけど、近くで例のバリアント殺しの男が目撃されているわ。まさか同胞殺しの男、アーサー・グランドハート。ここは？ああ、カイト、カイト、スイヒ！どこか苦しいのか？まさか俺が力を暴走させたせいで。ようやく目を覚ましたみたいだな。その腕に抱きしめているのはデモンズだな。デモンズは仲間を呼ぶ。手放さないならその腕ごと切り落とす。お前もバリアントか。分かったらおとなしくするんだな。くそ、そっちがギアを出すなら俺だって容赦はしない。そんな状態のマトリックスギアで俺に勝てるつもりなのか。何のことだ。自分のマトリックスギアをよく見てみろ。神獣の力が弱まっている。つまり今のお前のギアは本来の力を失った状態だ。そんな、クソ、水秘の力が弱まっているからギアも使えないのか。まさかと思うが、腕の中のそいつはお前の神獣なのか。違う、
こいつは。まあいい、動けるならついてこい。え？近くに村がある。そこまでたどり着けば、あとは一人でどうとでもできるだろう。おい、待ってくれよ。さっきは悪かった。俺の傷、あんたが手当てしてくれたんだろ。ありがとう。俺はカイト。あんたは？アーサーだ。アーサー。血の契約を必要とする危険なマトリックスギアがまだ残っていたとはな。え？もしかして俺のギアのことを言ってるのか？その真珠、何度か契約を繰り返したせいで魔に近づきすぎたのかもしれんな。なんでそんなことがわかるんだ？お前のギアを見れば、それがいわくつきの歴史を重ねてきたものだってことぐらいわかる。真珠を回復させたいなら、契約者であるお前の血を与えてやればいい。俺の血で水秘を回復させることができるのか？ああ、そうだ。マトリックスギアもすぐに使える状態になるだろう。だが、与えた血の分だけその神獣はデモンズに近づくことになる。そして銃声が強くなった神獣はやがて契約者を喰らい、ついには本物のデモンズとなる。そんな。それが嫌なら、時が疲れを癒すまでおとなしくしていることだな。しかし、妙だな。森の獣たちの気配がしない。言われてみれば確かに、静かすぎる。お前の神獣を恐れ、息を潜めているだけではないとしたら、まさか、デモンズか？急ぞ、カイト！急ぐって、どこへ？自衛の手段を持たない村は、デモンズにとって格好の餌場だ。俺は救助に向かう。お前はここから少し先に進んだところにある教会へ行け。そこなら安全だ。そんな、俺だってマトリックスギアが使い物にならない戦士など明日までだ。それとも神獣に渇きを与えるものと知りながらその血を与えるつもりか？それは一人でも教会まで行ける。せっかく助けてくれたんだ、勝手に死ぬな。アーサーさん、クソ、俺だってギアさえ使えれば。ならば我に血を与えよ。水品、ダメだ。そんなことしたらお前が、では見殺しにするのか？こうしてグズグズしている間にも命は瞬く間に散ってゆく。救いたいのなら迷うな。諦められぬというのなら剣を取れ。ごめん、水妃。たやすく正気を失う我ではない。さあ早くしろ。我が血を持ってここに誓う。命を救うため、俺は守るために戦い続けるから。だから水妃、俺と共に戦ってくれ。ち、雑魚どもがうじゃうじゃと。ギアに血をやったのか。やれやれ、焦らなくても、お前の仲間たちがここに駆けつけているぞ。え？カイト！みんな来ていたのか。
のせいでサラとガウェインは今過労で倒れているんだぞ。えサラとガウェイン、まさか青の騎士団のものか。そうなのかな。俺も詳しく話を聞いたことはないけれど。まあいい、話はここにいるデモンズを倒してからだ。